ホモナレディは暫定的に人族に分類された人族の絶滅種である。その化石骨格はユネスコの世界遺産に登録され人類の揺りかごとして知られる南アフリカの人類化石遺跡群の一部スワルト・クランスの南西およそ800メートルに位置するライジングスター洞窟で発見された。ホモナレディは現地の外語で星の人を意味する。この名は 洞窟内のディナレディ空洞で発見されたことに由来する。その発見が一般に公表された時点でも、洞窟から少なくとも15体分になる1550以上の骨の断片が発掘されている。小柄な人の身長、体重と同じぐらいで、脳硬膜の溶石がアウストラロピテクスに似て小さい一方で、頭蓋骨の形状は初期の人類に近い。骨格の構造は、 エンジンで知られている原始的特徴と初期の人類で知られる現代的特徴を合わせ持つ。研究チームは死の直前に個体がいに洞窟内へ運ばれたものと推測している。骨はまだ数百個から数千個は残されていると考えられているが、研究チームは当面は発掘を再開する予定はなく、複数の実験的な方法を用いて化石の年代測定に 全力で取り組むことにしている。ホモナレディに関する研究論文はリー・バーガー、ジョン・ホークス及びその他の45人によって作成され、2015年9月10日に発表された。骨が人族の新種を示しているとする研究チームの仮説について一部の専門家は懐疑的な見方を示している。 ライジングスター洞窟は南アフリカ共和国のスワルトクランスの南西およそ800メートルに位置し人類の化石の発掘地として有名なクロムドライアスターク本店も同地域に所在する。この南アフリカの人類化石遺跡群一帯は20世紀前半に初期人類の骨が多数出土したのでいつしか人類のゆりかごと呼ばれるようになった。しかし、 ルイス・リーキーは1964年に、タンザニアのオルドバイ渓谷で、ホモ・ハビリスを発見してからは、東アフリカこそが人類発祥の地とみなされるようになった。ライジングスター洞窟の入り口から、ディナレディ空洞へ至る経路を示した、ズ・ライジングスター洞窟のディナレディ空洞で回収された、ホモ・ナルディの骨のイラスト2013年9月13日に2人のアマチュア洞窟探検家、 ビッグハンターとスティーブン・タッカーがライジングスター洞窟へと入った。洞窟奥深くのスーパーマンズ・クロールと呼ばれる狭い横穴を抜けると広い空間があり、ノコギリの葉のような岩壁、ドラゴンズ・バックを登ると小乳石が垂れ下がった狭い空間に出た。タッカーはその奥の隙間の垂直に近い狭い縦穴を降りていき、ハンターについてくるよう呼びかけた。ハンターとタッカーは 長さ12メートルの窮屈な縦穴を降りて、辺り一面に慣れ毛の化石骨が転がる地下30メートルの空洞を発見した。その後、タッカーは洞窟探検家で地質学者でもあるペドローシフに伴われて、南アフリカのウィットウォーターズランド大学で教え、ナショナルジオグラフィック協会から資金援助されている個人類学者リーバーガーの元を訪れた。 バーガーは南アフリカは興味深い地域だが、進化を語る上では主たる舞台にはならないとする多くの研究者たちの見方を覆そうとして、20年近く調査を進めていた。バーガー率いる調査チームは、この発見により5年前の2008年に、人類のゆりかごのマラッパ採掘場でほぼ完全な、全身骨格2体分になるアウストラロピテクスセディバの骨を掘り出したが、これが、 人族の祖先だとする彼の解釈は年代的に新しすぎる。その特徴があまりにも奇妙であることなどを理由に個人類学会の重鎮たちからほとんど無視されていた。バーガーは二人が差し出したライジングスター洞窟の写真を一目見てマラパの化石の調査は後回しでいいと直感した。リーバーガーは二0十三年十月六日にソーシャルメディアのフェイスブックを介して 洞窟探検や登山の経験を有する熟練の個人類学者を呼び寄せた。わずか18センチメートルの幅の地下トンネルの出入り口を通過するには細身でできれば小柄な体型が求められた。発見者の二人もやはりかなりスラッとした体型をしている。世界各地から応募してきた60人近くの候補者の中から ライジングスター洞窟遠征の6人の発掘スタッフを選んだが、いずれも若い女性であった。バーガーは彼女たちを地下の宇宙飛行士と呼ぶことにした。2013年11月にリーバーガー率いる発掘隊は21日間の掘削で少なくとも15体分になる1550以上の骨の断片を粘土質堆積物の中から発見した。これはこれまでに アフリカ大陸で発見された人族の化石セットとしては最大規模である。バーガーは迅速に分析を行うためにマラパの化石の分析に協力してくれた約20人のベテラン研究者に加え30人余りの若手研究者にも声をかけた。ざっと15カ国の研究者がヨハネスブルグで6週間ほど分析に没頭した。骨の相乗分布は彼らが長期間。 おそらく何世紀にもわたって堆積してきたことを示唆している。洞窟の空洞のわずか1平方メートルの範囲から掘り出された。まだ他にも多数の骨が残っていると見られる。滑石には頭蓋骨、顎、肋骨、歯、ほぼ完全な足の骨、手の骨、自傷骨が含まれる。高齢者、少年、乳児の骨が発見されている。骨の一部は、 原生人類の骨に近く、それ以外の骨は、初期の人類であるエンジンよりも、原始的である。親指、手首、手のひらの骨は一見原生人類に似ているが、手の指の骨は湾曲していて、木登りに適している。化石の発見とそれが新種を示すとする理論は2015年9月10日に、開かれた記者会見で公表された。同日に、ヨハネスブルグでは、 リーバーガーと研究チームの数人のメンバーによって、ガラスケースに並べられた人骨が披露された。事前にウィットォーターズランド大学で生鮮されたものであった。二つの研究論文も学術し、イーライフでその日のうちに発表された。一つは新種である説を提唱し、もう一つは化石が発見された洞窟について記述している。バーガーは化石は人族として、 最古のものの一つと見られ、人類と二足歩行の霊長類とのミッシングリンクになりうる存在だと語り、古代エジプトのツタンカーメン王に匹敵する発見だとしている。発見された化石は南アフリカ国民の所有物として扱われ、今後も南アフリカ国内で管理されるものと見られている。eLife のウェブサイトによると、ホモナレディの身体的特徴は、 人族に非常によく似ているが、アウストラロピテクス族より、やや原始的な特徴も併せ持つ。このような特性は、基地の他の人族には見られないものである。バーガーらは明らかに人族に分類できると考えたが、人族のどの種とも異なる特徴を持つことから、新種だという結論に達した。成人男性は、 身長約150センチメートル、体重約45キログラムと推測されたが、この身長は背の低い原生人類の範囲内に含まれる。女性はそれよりも少し小柄だったとされる。その骨格の分析は主なレディが完全な直立に即、歩行だったことを示唆する。フレア形状の腰の作りはエンジンに似ているが、足と足首は人族に類似している。 原生人類に似た足の形は長距離の歩行が可能だったことを伺わせる。しかし、頭蓋空溶石は原生人類と比較して、著しく小さかった。男性二人と女性二人のものと見られる四個の頭蓋骨が発見されたが、測定したところ、わずか450から550立方センチメートルほどであった。ホモエレクトスの平均は900。 立方センチメートルなので、そのおよそ半分程度しかない。ホモナレディの頭蓋骨の頭蓋空溶石は、エンジンの頭蓋骨のそれと同程度しかない。いわば、オレンジの身ほどの大きさである。それにもかかわらず、頭蓋骨の形状は、エンジンよりも人族に見られるものに類似しているように、解説されている。その細長い顔立ち、側頭部と後頭部の膨らみ、人以外の霊長類に、 顕著な後眼下骨の強窄が見られないといった点が主に挙げられる。歯と下顎の筋肉組織はほとんどのエンジンのものよりも小型で、これは激しい咀嚼を必要としない食事をしていたことを示唆する。原生人類と同じく小さな歯を持つ一方で、エンジンに見られるように第三大球脂が他の大球脂より大きい。手は非常に発達しており、 エンジンより器用に物体を動かすことができた。腕はアウストラロピテクス属に近い肩と指を持つ一方で、人属に近い手首と手のひらを持っていた。上半身の構造は人属の他のどの種よりも原始的であったと見られている。アメリカ合衆国のデューク大学の古生物学者、スティーブ・チャーチルは腰に線を引いて、上は原始的、下は現代的と分けられそうでした。 足の骨だけ見つけたら、現代のアフリカの奥地にいる、狩猟民族の骨だと思うでしょうと述べている。その全体的な解剖学的構造は科学者らに、種をアウストラロピテクス属ではなく、人属に分類するように促した。ホモナレディの骨格は、人属の起源は複雑であり、多系統かもしれず、アフリカ大陸各地で、それぞれ別々に進化してきた可能性があることを示している。 ホモナレディの頭部復元模型を作成したのは、古生物を専門とする造形作家のジョン・ガーチーである。ガーチーは骨をスキャンし、約700時間かけてこの模型を制作した。体毛には、クマの毛が使われている。ライジングスターの化石群の年代測定は2015年9月10日の時点で実施されていなかった。放射性炭素年代測定は化石の一部分を、 破壊しなければならないため、研究チームは、化石について詳しく記述した論文を発表するまでは、年代測定を実施するわけにはいかないと判断した。放射性炭素年代測定は5万年程度前まで計測が可能であり、化石が5万年前よりも古いものかどうかについてのみ、判定することができる。しかし、年代などの重大な情報が得られていない段階で、 発表に踏み切った研究チームに多くの科学者が失望を隠せない様子だという。骨は洞窟の床に横たわっているか浅い堆積物に埋もれた状態で発見された。二つの化石年代測定技術は化石が火山灰あるいは流れ石の層に埋もれていなかったので、いずれも使用することができない。例えば、 東アフリカの年代測定が可能な火山培層では320万年前のルーシーなどの化石の年齢を判定するのに役立てられている。ある地質学者は洞窟の中で発見された化石は300万年前よりは新しいものだと考えている。ディーバーガーはその解剖学的分析が主護な例では280から250万年前。 人族の始まりかあるいは始まりに近い時期に出現したことを暗示していると述べている。これに対し、ティム・ホワイトは化石が100万年前より古いかどうかを知るのは困難であると述べている。ウィスコンシン大学マディソン校で教える人類学者のジョン・ホークスは洞窟から回収された骨は、フクロウのものが一体ある以外は全て人かの骨だという科学的な事実があると述べている。 捕食の兆候が見られず、人かのみが堆積して捕食者が存在しない。骨は一度にまとめて、そこに堆積したわけではなかった。表面内の任意の開口部から洞窟内に岩や土砂が落下した形跡はない。洞窟の中に骨を運ぶような洞窟内に水が流入した形跡もない。ホークスは意図的に体がそこに置かれたとするのが最良の仮説であると結論付けた。 バーガーラは、洞窟内に遺体を配置する行為は、儀式的な行動と象徴的思考の現れであったと推測する。ここで言う、儀式とは意図された反復の習慣であり、宗教的な儀式のいずれかのタイプを意味しない。この発見の前は、一般的に、儀式的な行動はこれよりもずっと後、ホモ・サピエンスとホモ・ネアンデルタ・レンシスの間の時期に始まったと考えられていた。 これまでに確認されている最も古いネアンデルタール人の埋葬は10万年前に行われたものである。バーガーは複雑な洞窟システム内で体の意図的な処分を行うからには暗闇の通路を通って再び戻るために主のメンバーの助けを借り感覚を置いて松明を掲げたり焚き火を起こすなりして明かりを必要としていたはずと推測している。 南アフリカ共和国大統領のジェイコブズマと同共和国副大統領のシリル・ラマ・ポーサは研究チームを祝福した。一方でソーシャルメディア上では人種差別的な動機が背景にあったのではないかとの批判が紛失した。マトールモチェハはアフリカ人はヒヒの子孫だとする疑似科学に基づく動機があったと主張した。ツベリチマバビは かつてはヒヒだったという理論を裏付けるために古い、類人猿の骨を発掘する者はいないだろうと述べた。ホモナレディの発見について解説する、PBS の場、ナショナルジオグラフィックのドキュメンタリー、人類の夜明けが2015年9月10日にオンライン上で公開され、2015年9月16日にアメリカ全土でテレビ放送された。日本での放送の際の放題は、 洞窟に眠る新種の人類。考古学者のケイクリス・ハーストによると、このドキュメンタリー映画は、発見に関する豊富な文脈、視聴者が発見の重要性を理解できるように、歴史的背景と進化的背景を設けているという。ナショナルジオグラフィック協会はそのウェブサイト上のビデオで、科学者、6人の女性研究者、2年間の化石発掘、化石から、 ホモナレディの頭部模型を作成する作業といった様々な段階を示して解説を行っている。日本では雑誌ナショナルジオグラフィックの2015年10月号でこの発見について図解や写真を含めて本格的に紹介された。ホモナレディと他の初期人類の頭蓋骨の特徴の比較ホモナレディの手の化石ホモナレディの頭蓋骨の化石ホモナレディの足の化石。 ありがとうございます。